シンシナティ地下鉄は1920年代にアメリカ合衆国を背を衆シンシナティで建設が行われていた地下鉄路線。建設資金の枯渇によって建設が無期限中断され、2017年現在も未成線としてトンネルだけが残っている。シンシナティのダウンタウンに残っている地下鉄入り口シンシナティ地下鉄の建設工事は1920年に始まった。 ボストン地下鉄のケンブリッジ、ドルチェスター間の構造によく似たトンネルが、マイアミエリー運河の川床に埋設された。この運河は、シンシナティのダウンタウンを通過していたが、使われなくなって、久しくなっていた。そこで淀んだ水路を放置しておく代わりに、ここに線路を敷いて蓋をすることによって、地下鉄を建設する計画が持ち上がり、実行に移された。 しかし600万ドルの建設資金が底をつき、1927年に建設が無期限中断となった。約1 1トルの地下鉄トンネルが整備され、起動時期も完成したが、線路は敷かれなかった。1928年、地下鉄の上にボールバードセントラルパークウェイが建設された。現在、シシナティ地下鉄は未完成のまま、線路のない地下鉄トンネルと三つの 地下鉄入り口だけが残っている。2002年に高速鉄道建設のための増税を問う住民投票が行われたが、2対1近い比率で否決されてしまった。市の人口が著しく減少しており、財政難もあって建設再開のめどは立っていない。新品地下鉄は実現しなかった。路線ゆえに現代では注目されることもほとんどないが、その建設時期は、 東京における地下鉄計画、建設時期と重なっており、東京地下鉄道の技術課長が視察を行ったとの記録が残されている。当時の日本人技術者にとっては、福々線のニューヨークの地下鉄は過剰設備と映ったようで、建設費が低廉であったシンシナティ地下鉄は、ボストン地下鉄などと共に簡便かつ必要な輸送需要を満たす。 地下鉄路線の実例として評価された。ありがとうございます。